で結婚できんじゃん。え？ありがとう。ちょっと待って。再婚禁止期間短縮に関する改正法案が2016年6月1日に成立し、7日に公布、施行された。再婚禁止期間について離婚の日から6ヶ月間だったものを100日で短縮した点。2ヶ月半 ?60 日、70日ぐらいだと考えて、あと20日？クリスマス行けんじゃん。つうかディズニーランドの時行けるよ。18日ディズニーランド。え、100日って3ヶ月弱？そうでしょ。だって今2ヶ月半経ってんの。ディズニーだね。ディズニー。ちょ、もう一回プロポーズするわ。もう一回プロポーズする。もう一回改めて。ホテル取れた18日は。今度は邪魔がいないので。コメディアンよりコメディじゃない、真剣だぞ俺。101回目までプロポーズは可能。101回目のプロポーズだけに。金杯行くけど、だってホテル泊まっ、俺らは泊まるんだもん。金杯たちは泊まらないから。頑張ろう。うん。頑張ります。102はトラックに跳ねられてる。うるせえよ。その前に散髪行きます。ペアリングそのまま結婚イベントしてる人多いんだ。あ、決め台詞？決め台詞はないでしょ。シンプルに、シンプルに。ケンケン、あの、知恵遅れだから。あ、ディズニーホテルね。ディズニーランドホテルね。いや、皆さん、その時は、もし、プロポーズ成功したら、皆さん、その時はお願いします。その時ぐらい祝ってよ。失敗したら、みんな笑っていいけど、いちごさんいらっしゃい。幸せ。成功したら、その時は祝ってよ。お願いします。その時ぐらいは。はい、PSME ブロック。その時ぐらいは。ナイス2回を1回でいいよ。大花火ファンタスティック投げたるわ。ありがとうございます。その時は、18日決めようかなと思ってるけど。
もう一回、プロポーズしようかなと思ってる。成功してないから大丈夫？いや、一発でもいいですよ、花火一発でも全然。緊張してきた。緊張してきた。あ、子供さんにいる。よっしゃ、メガホン10個。あ、いや、ありがたいですよ。リカピーから OK もらってないよ。マーチンいらっしゃい。まだ結婚の OK はもらってない。プロポーズが成功したら泣いちゃうかも。まだもらってないぞ。まだもらってない。緊張してきたわ。泣きながら花火投げるわ。付き合って2ヶ月ちょっと。頑張る。いや、夢物語だよ。でも、当たって砕けろって言葉があるじゃん、400番。じゃあ、マジで。当たって砕けろって言葉があるでしょ。本当に結婚したらガチで祝儀30万あげる。ありがとうございます。当たって砕けろって言葉がある通り、あんなね、若くて可愛い子と、ね、俺が付き合えてること自体不思議なんだから、まあ、当たってね、砕けてもしょうがない。子供5歳です。本当に、いや、だから頑張るよ、頑張る。結婚って付き合ってる期間じゃなくタイミングだと思うよ。俺も何年も付き合ってて、俺結婚してないけどさ、今まで。若くないし、若いだろ。俺より一回り以上違うの、年齢が。ちょっと待ってね。教えた今、師匠教えた今、今 LINE 送った。離婚してから6ヶ月じゃなく、離婚後100日で結婚入籍ができるって2016年に法律が変わってたって送った。いや、まだ既読になってないから今送ったばっか。結婚大変なの分かる分かる。だからね、結婚してる先輩たちにここにいっぱいいるんだからさ、俺の放送って年上の人とか、俺と同い年とか、俺より若くても結婚してる人いるでしょ。まあそれは皆さんにね、ご教授願い。太郎部いらっしゃい。そういうこともできるじゃん。
龍雪いらっしゃい。一生懸命そうしたら頑張るよ。桜井誠が優愛さんの画像を使ってる？ガボいらっしゃい。はい、長文コメントブロックね。丸くなった？結婚墓場はそんなことはないよ。別に内縁の妻は嫌だよ。結婚そうはね、信用というか保証みたいなもんかな。保証、保証みたいなもんじゃない。ある程度の保証がつくじゃん。簡単に別れられないじゃん。羽賀正史いらっしゃい。なんで保証みたいなところはあると思うけど。頑張ります。あれ、画面変わってるな。結婚しても放送頻度減らさない。変わんない、変わんない。配信で養う。いや、わかんない。まあ、配信ができる限りはやるけど、まあ、仕事もしていかなくちゃなとは思ってるよ。まあ、寂しいよ。俺、家庭に憧れてる部分あるからね。別れたくないから結婚したいってのもあるね。少なからず。ある程度の保証が欲しいとか。リカピは結婚してたんだから、だから、そうそう、養うことできる。子供一人とリカピぐらい養うことぐらいはできるよ。全然それぐらいは、それぐらいの収入はありますよ。僕も、俺初めて結婚、かずみ結婚したことがない。なんだ、誰か来たんじゃね。なんか今声聞こえなかった？金杯みたいな声聞こえなかった今。めめーとか言って。猫か。そうじゃねえもんね。まあ、ペニー来たら110番するだけだから別にいいんだけど。いや、金杯かと思ったよ。オープニングでよく流す歌手名とオープニング？プロレスラーの入場曲だよ。いや、確率論で言えば、口だけのお前は結婚は無理。いや、真剣にやるよ。真剣に。当たり前でしょう。あ、柴又、ありがとうございます。まだ結婚してないですけど。無責任や責任を果たしますよ。責任を果たす。結婚したら普通に働く？仕事も考えておこうかなと思ってるけど。7010いらっしゃい。須藤元気に似てるって言われたことないな。